千家紀子は、日本の元皇族。出雲大社県宮司、千景国麻呂の妻。英天は、奉冠母丹ン皇籍離脱前の身くらいは、女王で、皇室天般における継承は殿下。お印ししは、乱であった。高窓の宮紀人親王と、同妃、久子の第二女子。姉に受けたまわり小女王、妹に、森谷彩子がいる。 大正天皇のひ孫で、第126代天皇徳人の最重枚にあたる。学士の学位を有する。1988年7月22日に、高窓宮のリ親王と、同妃、久子の第二子として誕生した。縄のリヒ親王が選び、お印は、久子妃が選んだ。小東幼稚園に通い、学習院初等科、女子中等科を経て、2007年3月に、 学習院女子高等科を卒業した。同年4月に学習院大学文学部心理学科に入学した。大学では臨床心理学等を学んだ。中等科在学中の2002年10月、父高窓の宮と死別した。2008年7月22日で、満20歳となり、法官母短章を受章した。その後、青年皇族として、 九中祭祀や式典にも参列している。2011年3月20日に学習院、大学文学部心理学科を卒業した。2014年5月27日午前、出雲大社ネギの兼経国丸との婚約が内定したと、宮内庁の西が、広し渡る旧務主管が、記者会見で発表。同日午後には、宮内庁、第一会議室で、 のりこ女王及び先家の記者会見が開かれた。同年7月4日、農祭の儀が取り行われた。同年10月2日、午前、結婚を前に、皇居の宮中三殿にて、献職を礼殿神殿にッするの儀が取り行われ、のりこ女王は、皇内儀と袴に、おすべらかしの姿で皇室の先祖と神々に対し、結婚と皇籍を離れる旨を報告した。 10月5日午前7時半ごろ、前日に出雲市に入った乗子女王を宿泊先へ千家国丸のおじが使者として迎えに行く入り台の儀が行われ、続いて11時頃より夫となる千家の所属する出雲大社にて結婚式が行われた。出雲大社参道で乗子女王は黄色地に 紅のコウムマル文ともえぎの植物文を散らした、内木ぎに紫色の袴、国丸は黒の遺憾を身につけ、その後に、両者の親族である黒留袖での久子妃、振袖のつぐこ女王、あやこ女王に、夫の先家国丸の両親らが続いて歩き拝殿へ、向かった。その後、のいりこ女王が赤い小内木ぎと紫色の長袴に、着替え、国丸に続いて、拝殿内に入った。 なお、この儀式にて着用された高知際のノリ子女王の祖母である高人新納妃ユリ子が定名皇后から受け継いだもの、長ば鎌は定名皇后から受け継いだ記事で新たに作られたものと発表されている。儀式は同日正午までに終了した。式後、婚姻届が代理人により、出雲市役所大社秘書に提出、受理され、皇族の身分を離れ、以後の名は、 宣言のり子となった。披露宴は、同月6日に、松江市のホテル市田で、地元関係者向け、8日に、東京のホテルで、交代指導費や三権のながらを招いて行われた。結婚にあたっては、法に定められた規定により、国から一時金として1億675万円が、のり子女王に支給された。結婚後、出雲大社宮司の妻を、 姫義様と呼ぶ習慣に伴い、国丸の妻として、王子卒職員らに、若姫君様と呼ばれ、祭祀や行事の準備などの指示を学ぶことになる。のりこ女王に関するカテゴリー、ありがとうございます。